ヨハネス・ルードビヒ・ヤンソン・ヤンソン像、ヨハネス・ルードビヒ・ヤンソンは、ドイツの獣医師、獣医学者、東京帝国大学名誉教授、森岡高等農林学校教授、第七高等学校増士官教授、親とい外国人として、明治期に来日し、日本に西洋式の獣医学を導入したことで知られる。1849年、プロイセン王国のシレジア地方にて生まれる。 ベルリンにあったプロイセン陸軍獣医学校に入学、1869年に獣医師免許を取得し、翌年には不屈戦争に従軍した。戦争後は地方で獣医官として勤務し、1880年にはベルリンの陸軍獣医学校の助教授に就任。しかし、間もなく日本政府にお雇い外国人として招かれ、同年10月に来日。 数度の契約更新により22年にわたり、駒場農学校及び東京帝国大学農科大学で教鞭を取った。駒場農学校では獣医学を教える傍ら、6名間で日本人相手にダンスのレッスンも行い、日本における本格的な西洋式ダンスの最初の導入者としても名を残すこととなった。1902年に、 東京帝国大学を退職した際には名誉教授の称号を受け、駒場に教像が建てられた。駒場の学校、東京帝国大学での彼の教え子の多くは、日本政府で養殖を得た。東京帝国大学退職後は、森岡高等農林学校、第七高等学校で教えた。日本において、家畜や獣医学に関する多くの論文を執筆した。日本人の女性と結婚。 4人の子を設けた。1914年に妻の故郷である鹿児島で没し、同地に葬られた。ヤンソン氏500年に東京大学農学部で開かれた記念事業には孫のロバート・イイチ・ヤンソンが出席した。ありがとうございます。